どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。私は用務だにょん。魔理沙、今日もたっぷりと未確認生物の話をお願いするわ。私も早く話を聞きたいわね。よし、任せてくれ。本日の話題は、米軍が捕獲し動いている様子が鮮明に激写、海サソリの特徴と生存説について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。最初に海サソリの特徴を説明するぜ。海サソリは、約5億7千万年前の古生代カンブリア紀という時代に海の生態系の頂点にいたと思われる存在なんだ。海中では敵なしだったわけね。じゃあ、他の生物にとっては、かなり危険な存在だったことになるにょん。海サソリは、海中を泳ぐときは、背中を下側にして、後ろ足を動かして泳いでいたと推測できるんだ。背面で泳ぐのね。すべての生き物が逆さまに見えるわ。そして海サソリには、巨大な目と力強いハサミがあって、肉食性があるのを物語っていたぜ。でも海サソリとはいえ、所詮はサソリでしょ。そんなに巨大でもないと思えるから海中で最強の称号を得ることなんて難しそうだわ。ヨウムの言う通りサソリといえば、だいたい数センチメートルから10センチメートルくらいのサイズを思い浮かべるだろうな。しかし、発掘調査の結果は、約4億年以上前の海中には、体長が約1メートルにも及ぶ海サソリが生息していたことが発覚したんだ。1メートルの海サソリ、ほとんど犬サイズじゃん。そんなサイズのサソリなら、海中でも最強でいられるかもしれないにょん。先ほどは海サソリは海中で最強だと説明したが、その一方で反対意見が最新の研究で登場してきたぜ。じゃあ、実際の海サソリは最強ではなかったという話になるのね。一体何が判明したの？海のモンスターではなく、穏やかな性質を持っていたという話なんだ。サソリの見た目からして穏やかさなんて微塵も感じられないわね。少なくとも凶暴だと思うにょん。発掘調査で見つかった、アクティラムスカミング氏という海サソリの化石を調べたら、いろいろなことが判明したんだ。どんな内容なの？禁煙種と比較した場合に視力が低くて、大型の素早く動く魚などを捕らえるような力はないだろうと推測できるぞ。獲物を追跡する能力があんまり優れてはなかったのね。それと海サソリの武器といえば、やはりハサミだよな。研究によればハサミはノコギリのように歯が生えていたんだ。だから当然、このハサミで獲物を引き裂いて捕食していたと考えるだろ。あのハサミに捕まったら命運は尽きたと言えるでしょうね。どんな硬い獲物にも対応できそうだわ。しかし、最新の研究によるとギザギザのハサミは見た目に反して、実際の強度はあんまり高くないと言われているんだ。推測だが、こんなハサミでは硬い甲羅を持った獲物を切り刻むことはできないとされるぜ。主力の武器がそんなにも貧弱だったの？ああ、海サソリのハサミで切り刻める相手は体の柔らかい生物に限られるらしいぜ。しかも捕まえた後にあんまり抵抗しないおとなしい生物に限定されるぞ。そこまで限定される生物なんて、かなり相手は弱いことになるにょん。一例としては、軟体動物であんまり抵抗しないウミウシがいい例だな。では次に、海サソリという名前からして私たちが知っている陸上のサソリの祖先なのかを説明するぞ。もしかして違うの？海にいるか、陸にいるかの違いくらいだと思っていたわ。海サソリは、サソリよりもカブトガニに類似した生き物だという考えがあるぞ。これは単純に体の構造が似ているからなんだ。思いもよらない生物が登場したわね。サソリとカニなんてハサミくらいしか共通点が見つからないわ。他にも説はあるのかにょん？最近だと、カブトガニよりもクモに近い生物だとも言われているぞ。生殖器の部分が類似しているのが理由だ。でも、どんな流れを経て海サソリは登場したのかな？まず、海サソリが登場する以前のカンブリア紀に三葉虫、アノマロカリス、などの節足動物が現れたんだ。これは鎧を持った生物とも言えるぞ。それで次に何が登場したの？その後にクモ、サソリ、カブトガニなどの生物が登場したんだ。そしてカブトガニを祖先として枝分かれした先に海サソリとクモが誕生したと推測されてるぜ。この考えだと、サソリの方が海サソリよりも先に登場したことになるわね。普通に考えるとサソリを先祖にして海サソリが生まれたと思えちゃうにょん。一応だが、クモ類にはサソリも含まれていて、禁煙種とも言えなくはないんだ。だが、この両者の関係性を確定させるだけの証拠が見つかっていないぜ。じゃあ、現時点ではサソリの先祖が海サソリとは言い難いわけね。ああ、どちらかといえば海サソリではなく、クモ類が祖先という考えの方が有力ではあるな。見た目だけで判断したくなっちゃうけどね。
では次に海サソリが絶滅した理由に関して説明していくぜ。海サソリは、獲物を捕まえる能力が決して高くない状態で衰退しつつも、なんとか1億年くらいは生存していたんだ。その海サソリに一体何が起こったの？絶滅するんだから相当なことが起きたに違いないにょん。2億5000万年前の頃に、PT 境界の大絶滅と呼ばれる地球史上最大の大量絶滅を引き起こす出来事が発生したんだ。誰も生き残れる気がしないわ。私たちの時代には絶対に起きてほしくないわね。原因は、活発な火山活動による環境変化だぜ。この時に海洋生物の 96%、生物全体で9割が絶滅したと考えられるんだ。どれだけ頑丈な生物でも、絶滅を免れるのは至難の業だわ。海サソリも、この大絶滅の被害から逃れることができなかったわけね。次に、海サソリの正体として候補に上がっている未確認生物を紹介していくぜ。その正体を説明する上で重要なのがワロワコだ。ワロワコ？全く聞いたことがないわね。どんな湖なんだにょん？現在のアメリカのオレゴン州という場所にあるのがワロワコだ。今から数千年前に、巨大な氷河にこの地域は覆われていたんだぜ。ふむふむ。そして氷河は何世紀もの時間をかけて、大地を削り取っていくんだ。この過程で出来上がったのがモレーンと呼ばれる巨大な尾根だぜ。その尾根がどうなったの？この尾根はだんだんと高く積み上がってきて、やがては水をせき止めるダムのような役割を担うまでになったんだ。そうなると、どんどん水は溜まっていくことになり湖の規模にまで拡大したぞ。それがワロワコというわけね。一つの湖ができるまでに、長い年月をかける必要があったわけね。でも、このワロワコと海サソリの正体に一体何の関係があるの？このワロワコには、ウォーリーと呼ばれる怪物の話が存在するんだ。どんな怪物なの？体長が約8から20フィートで、コブのような形状をしていると言われているぞ。他には何が判明しているの？地元の先住民族である、ネズパース族の伝説に、ウォーリーに関する話があるんだ。昔から住んでいる人の話だから説得力がありそうね。その話には、まずネズパース族とブラックフィート族という2つの部族が登場するぞ。そして、この2つの部族が戦争状態に陥った時に事件が起きるんだ。戦争になってる時点で大事件だと思うけどな。なんと争っている2つの部族のそれぞれの幼息子と娘が恋に落ちたんだぜ。うわ、そんなの絶対に結ばれてはいけない禁断の恋じゃん。燃えるわね。2人の身が心配になる話だわ。一体どんな展開になっていくの？ある夜に2人は、カヌーに乗って湖の方に漕ぎ出したんだ。しかし、二人がいなくなったことが判明して、追いかけられたんだ。大勢の人間から二人だけで逃げ切るのは難しいわ。だが、追いかけてきた人間たちは、突然湖の中から現れた怪物によって、全員始末される羽目になったんだぜ。その怪物というのが、ワロワコのウォーリーというわけね。この伝説の話があるために、ネズパース族の人たちは、現在に至るまでワロワコには決して近づかないそうだ。ワロワコに近づけば、とんでもない不幸が訪れるのがわかっているからね。そして、このワロワコの怪物に関しては、いくつもの目撃情報が報告されているんだ。単なる伝説じゃなくて、実際に何らかの生物が存在している可能性があるわけね。一つ目の目撃情報は、1885年11月5日に湖付近にいた探鉱者が、地震のボート近くに生物が現れたのを発見したんだ。その生物は頭と首だけを湖から約10から12フィートほど出していたそうだ。発見された瞬間にすぐに姿を消したらしいぜ。自分のボートの近くに何かがいるだけでも不気味で嫌になるわね。その後に再び生物が現れて、低い鳴き声を出したんだ。その声はまるで牛のような低い声だったらしいぜ。姿はカバのような平たい頭で、首の長さだけで約10フィートほどで人間くらいのサイズだったそうだ。その話は本当だったのかにょん？少なくとも目撃者の男性の目はかなり真剣だったそうで、嘘や妄想で語っているようには見えなかったそうだ。伝説上の怪物を目撃したのかな？先住民族の話の中には、ワロワコの中に海牛がいて、数年前に、若い戦士と花嫁がカヌーに乗っていた時に飲み込まれたという話があるそうだ。だからこそ、地元の部族の人たちは湖に近づくことを危険と考えて出入りを禁止にしているんだろうよ。湖に出れば命を失う可能性があるのを知っているのね。その後にも、1932年に地元住民の人が、11フィートのボートよりも長い生物を目撃してるぜ。さらに湖の近くに住む住人は、1945から1983年までの間に何度も怪物を目撃しているそうだ。何回も目撃してるなら姿に関しても何か判明してそうね。
その姿は、豚の頭に似ていて黒くて大きいそうだ。体重は数百ポンドにはなると考えられているぜ。1950年には2匹の怪物が魚を捕食しているのが発見されてるぞ。体長は約16フィートと8フィートほどだ。そんなにも怪物の目撃情報があるなら、半端な覚悟で近づくのはやめた方がいいにょん。1978年には、湖の水面を割る3つのコブのような存在が、短い時間だけど登場したそうだ。さらに約20フィートにもなる蛇みたいな生物が湖の中を動き回ってもいたらしいぜ。あとは1981年に、2人の男性が湖の怪物を目撃したと報告しているくらいだな。こんなに目撃情報があるなら、やっぱり何かとんでもない怪物がいる可能性は否定できないわね。ワロワコの怪物の伝説は、本当に存在するかもしれないにょん。だが、ワロワコの怪物はウォーリーだけじゃないんだ。巨大甲殻類の怪物の話もあるぞ。巨大甲殻類ってことは、カニとかロブスターの巨大バージョンということかしら？ああ、ワロワコから巨大なカニやロブスターが姿を現して、湖の中に牛を引きずり込んだという話があるんだ。ただし、この話は100年以上もの間、目撃情報が報告されていないことから絶滅したと思われるぜ。甲殻類の方が、海サソリの正体としては近い感じはするわね。次は、アラブ神話に登場する、伝説の獣であるサンドウォーカーという説があったことの話だ。特徴としては、馬、カニ、鳥、サソリの特徴を合わせ持った、まさに怪物だぞ。さすがは神話に登場するだけのことはあるわね。特徴的には、かなり現実離れしたものになっているにょん。日中はひっそりと砂の中で時間を過ごして、夜中だけ登場してラクダや馬を食べるそうだ。そこにはまるでカニのような足跡が残るらしいぜ。ちなみに人間を襲うことはないそうだぜ。他にもまだ説があったりするの？その見た目はまるでロブスターの骨が鎧状になった巨大なワーム説だ。先ほど紹介したウォーリーは淡水ロブスターの一種なんだが、こっちは骨の鎧を身につけた巨大ワームとして登場するぞ。どの説も怪物だらけね。人間の目の前に現れるのだけは勘弁してほしいわ。次は巨大な貝足類説だ。貝足？何それ？私も全く聞いたことがないにょん。ケンミジンコやヒゲナガミジンコなどの、ミジンコという生物には聞き覚えがあるだろうよ。それなら聞いたことがあるわ。貝足という名前は、橋脚部分をボートで使用する貝みたいに使って泳ぐことから命名されているぞ。種類は豊富で約1万、2000種類も存在しているんだ。にもかかわらず、未だに新種が発見されているぞ。でも貝足類というのはミジンコみたいなもんでしょ。体長だって小さいわよね。体長は約 0.5 から 10mm ほどが基本だけど、中には 30cm にもなるやつも存在するぜ。その生息領域は水深約1万メートルからヒマラヤ山脈の標高5000メートルまでの広大な範囲に及ぶんだ。でもこの貝足類と海サソリの正体に一体何の関係があるのよ？私もさっきから疑問に思っていたわ。とてもサイズ的に海サソリの正体にはなり得ないにょん。その理由を今から説明するぜ。まずは先ほど紹介したウォーリーなんだが、おそらく普段は湖の底にいて、時折バクテリアや微生物を餌にしていると考えられるんだ。なんだか餌の量と体の大きさが一致していないと思うわ。全然エネルギーが足りないにょん。そこなんだが、ワロワコ自体には、そもそも生物が多く生息していないんだ。魚や昆虫などもわずかしかいないぜ。湖に生息している生物だけを、捕食して生きていくのは難しい環境という感じね。ああ、だからウォーリーが生息していたとしても体調の説明がつかないんだ。じゃあ、巨大甲殻類はどうかというと、実は巨大な貝足類が祖先なんじゃないかと考えられるんだぜ。ここで貝足類が登場するわけね。貝足類は節足動物であり、鎧のような体格をしていて大きな目が一つあるのが特徴なんだ。そして貝足類が生息していたのは、氷河の表面にできる、小さな穴の中の水たまりなんだ。サイズは小さくても、昔のワロワコに生息することが可能だったのは事実みたいね。その穴の中には、他にも多様なバクテリア、ミミズ、昆虫などと生物は豊富にいたんだ。だから、貝足類が成長するための餌も豊富にあったわけだな。ウォーリーや、巨大甲殻類と比較すると、餌の問題は大丈夫な感じだわ。それなら、貝足類がワロワコの怪物の正体の祖先であっても不思議じゃないわね。じゃあ次に肝心の海サソリ説を紹介するぜ。海サソリは体長が約5センチメートルから3メートル近くにもなるサイズがいて、種類も様々なんだ。そして当初は牛などの動物であっても、捕食するほどの凶暴性があったと言われるほどだから、怪物候補に登場するぜ。
でもその凶暴性には疑わしい要素があったわね。ああ、特徴的なハサミには見た目に反して強力さはなく、捕獲できたのは軟体動物で、暴れないようなイカやエビなどのおとなしいものに限られていたと推測されているな。そうなるとウミサソリがワロワコの怪物として登場する可能性は低そうね。あと、グリーンランドとカナダ北極の浅い湾や湖からもカジャノックというウミサソリのようなものが目撃されているぜ。ワロワコ以外でもウミサソリのような目撃情報はあるのね。カナダのイヌイットはこれをアーシバルートと呼び、アーシバルートは浅瀬や入江の近くの海底で待機し、頭上を泳ぐアザラシなどの獲物を待ち伏せすると言われているんだぜ。そうなのね。ところでウミサソリの撮影情報はないの？目撃情報だけだといまいち信憑性がね。では最後にウミサソリを撮影したとされる情報を紹介するぜ。私たちが知っているサソリの見た目とは全然違うのは確実だわ。その情報が本当なら大発見だにょん。まず撮影されたウミサソリがこれだ。かなり巨大だわ。よく捕まえることができたわね。サソリなんて小さくても捕まえるのが恐ろしいにょん。この映像は1971年にアメリカのテキサス州ライラックという場所に住む農夫の男性が近くの人工池で捕獲した時のものなんだ。一般男性が巨大なサソリを捕獲したなんてすごいことだわ。普通だったら通報して捕獲してもらうのが定番でしょ。この話は当初は農夫の男性が発見した後に米軍の人たちがやってきて人工池の周りを完全に封鎖して池の水を抜いたというものなんだ。他にもウミサソリが人工池にいるかもしれないから、まずは池の水を抜いて調査するっていうわけね。そして捕獲した男性に対しては保証金として約5000ドルを支払うと約束されたんだ。当然よね。すごいことをしたんだから捕まえた人にお金くらいあげないとダメだわ。しかし結局はお金が男性に支払われることはなく話は終わったそうだ。軍隊が嘘をついて巨大サソリを奪ったことになるにょん。でも何かこの話には変なところがあると思わないか？そういえばちょっと待って、ウミサソリが生息していたとしてもあくまでも海の生き物でしょ。どうして人工池に紛れ込んだのよ。そう思うよな。まあ、この写真の真実は、BBC のテレビシリーズ、シーモンスターズの、スチール写真で特別に制作された偽物に過ぎないぜ。そして写真に写るウミサソリの正体は、ただの作り物に過ぎないんだ。かなりリアルな姿だわ。これが偽物だなんて信じられないわね。この写真だけ見たら、巨大なサソリの捕獲に成功したと思うにょん。でもな、こんな話は他にもあるんだ。そっちの写真がこれだ。さっきの話を知ってる私からしたら、類似品にしか見えないわね。人目を引くだけのインパクトはあると思うにょん。こっちは白人男性が、タイで大型のサソリを捕獲したというもので新聞にも掲載されたぜ。巨大サソリの存在は時に、人間に大損害を及ぼす可能性があるとして厳しい審査もあるそうだ。そんなことをしなくても偽物なのは明白だわ。霊夢は真実を知っている状態で話を聞くと、内容に対してかなり厳しくなるにょん。一枚目の時は結構信用してくれていたのにな。やはり答えを言うのが早すぎたかもしれんな。いや、実は一枚目の段階で怪しいとは思っていたのよ。この写真は BBC のドキュメンタリー番組で撮影されて、2010年には一般公開されるに至ったんだ。その時の説明には、グロテスクな水生捕食者の手強い爪の動きをリアルに映し出したものだと言っているぞ。でも、こういう映像がないと私たちは、大昔に生息していた生物の状態を全く想像することができないわね。ああ、この映像も本物のサソリのことではなく、戦死時代にいたであろう生物の動きを再現した、という意味しかないぜ。全くありえない生物のことを放送しているわけじゃないから放送することには意味はあるわね。以上で、米軍が捕獲し動いている様子が鮮明に激写、ウミサソリの特徴と生存説について、の解説を終わるぜ。古代生物生存説は再生リストにまとめてあるから、他の動画も見てね。ワクワクする内容ばかりを取り揃えてあるにょん。再生リストは概要欄に貼っておくぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。